はいどうもどうも、おじしんしです。マリサだぜ。おにとりさんとりにとりです。先日のアップデートでついに協調が実装されましたね皆さん。みんなは協調はもう手に入れたかな？合体で作れるのですでに作った方もいるでしょうね。だね。なんか、ネット情報によるとフレスベルグの評判がいいみたいですね。そうなのかだぜ。まあネット情報だからあまり鵜呑みにしちゃダメだけど、スピードスターをつけて運用すればガルーダの代わりとして使えるみたいだよ。なるほど。速さが全悪魔中1位だから先行パーティーには必須の悪魔になるかもですね。だんだ、ただ弱点が2つあるから、物理弱点はせめて埋めたいところだよね。確かに。物理パーティー多いから下手したら一発でやられるしな。だんだ。北端の凍てつく風、敵が死亡した時に次の連動効果が発動、敵に溶血属性の魔法型ダメージを威力60で与える。このスキルってどうなんだろ。まあ反射されても溶血吸収持ってるから特に問題ないんじゃないか。確かに。それじゃあガチャを回していきますか。はい。今回は絶対召喚を含む召喚札を全部使って協調を狙ってみるね。オーケーオーケー。それじゃあスキル召喚札から消費していきますか。レインボーター。どれどれ、レインボーで出たのはどのスキル？悪魔の産声です。いらね。どうしようもないスキルでレインボーに光るのは NG。厳しい評価だな。MPQ も使用してこの効果は使い道がないっす。確かに。次行こ次。それじゃあ特殊召喚札から消費していきますか。はい、ツイスター一体手に入れました。まあこんなもんだよな。気を取り直して地獄マンを消費していきますか。召喚を始めます。はい、猛暑ボタンの素体ゲットしました。まあ星さんだしそこまで喜ぶものじゃないかな。まあ猛暑ボタンは自爆させるために星6にするんですけどね。当然ですよね。油断してたらレインボーター。ファクミルゲット。まさかの星5が出るとは。まあ合体素材と思えばいいですね。イエス。悪魔を育てるなら素体じゃなかったら育ててみたかったけど、今回は素材悪魔としてありがたく頂戴いたします。だぜ。次行きましょう次。あいな。召喚を始めます。はい、ダメでした。これが通常栄養です。もっと召喚して、召喚を始めます。はい、はい、はい。さあ地獄マンラスト行きますか。召喚を始めます。オールスキップはやめろ。だってどうせ出ないから。出ないで当たり前なんですが。さあ次は行為召喚行きましょうか。だからオールスキップはやめろって。全処します。政治家かな。さあ次がアラストの行為召喚を回しますか。召喚を始めます。
はい、はい、はい。まあこんなもんですよね。だぜ。次は究極召喚いきますか。あや。召喚を始めます。はい、はい、はい。ガネーシャは思念融合で強くなる可能性があるので取っておきます。いいんですよ。最後は絶対召喚で決めたいと思います。ほい。てか絶対召喚で召喚できる悪魔って強調含まれてるっけ？ちょいと確認してみましょうか。あ、いたいた。なんかネルガルとかオルクスもいるんだな。死神も召喚できるみたいですね。ここは何でもいいからいいの引いてくれ。頼む。よし、大暗殺者ゲッツ。荒神バールは当たりだぜ。やはり引き強。リーゼント姉さんじゃなくてよかったな。ほんそれ、からの因子で大暗殺者を取って思念化して終了です。ですね。さあさあ全部の召喚札を使いましたがどうでしたか？最後の絶対召喚で勝ちが決まったようなもんだよ。荒神バールが出なかったら今回の動画は失敗になるところだったからな。バール様様ですわ。はい。ってことで今回強調は猛暑棒だけでしたがいかがだったでしょうか？フレスベルグは合体3で作ろうと思います。それではみんなもコロナウイルスに注意して日常を過ごしてください。今後ともよろしく。哀愁。